続き、プリメインアンプをですね、トランジスタ方式のローテルの RA1070、メーカー希望小売価格18万円というものから、新しく発売されました、真空管式プリメインアンプ、一品館でずっとお勧めしてきております、ユニゾンリサーチのですね、シンフォニア、メーカー希望小売価格60万円のですね、25周年記念モデルが発売されましたので、この25アニバーサリーモデル、メーカー希望小売価格、70万円というものを使ってですね、再び AR のプリアンプの効果というのを確認していこうというふうに思います。使います CD プレイヤーは引き続きローテルの RCD06SE を使いまして、スピーカーも B&W802 ダイヤモンド使います。プリアンプはですね、さすがに70万円のプリメインアンプに17万8000円というのはちょっと不釣り合いというふうに考えまして、868L、こちらだけを使ってみようと思います。音源の方もですね、クラシックとジャズ、この2つにですね、省略して、行っていこうというふうに思います。それではまずはじめに、この、シンフォニアのですね、アニバーサリーモデルの説明から入りたいと思います。こちらが新しく発売されましたシンフォニアの25周年モデル25アニバーサリーです。まずこれまでに販売されているシンフォニアと違う部分なんですけれども、この部分ですね、写真からも分かりますけど、通常のシンフォニアはステンレスなんですけれども、これはステンレスにですね、銅メッキがされて、銅色になってますね。あと真空管がですね、これがゴールデンライオンのものが使われています。であとアウトプットトランスがですね、専用に使われたより歪みが少ない高帯域のもの、そして、カップリングコンデンサーにムンドルフ、そちら の少しいいものが使われています。でゆっくり回してみましょう。外観サイズ、端子類はシンフォニアと同じですね。リモコンも同じです。販売価格はですね、メーカー希望小売価格が税別で70万円、回路はシンフォニアと同じく、こちらの KT88 の、パラシングルで、チャンネル 27W となっているアンプでございます。これがですね、新しく発売されたシンフォニアのですね、25周年記念モデル、こちらですね、これが25周年記念モデルになるんですけれども、もう少し詳しく説明していこうというふうに思います。まずこのに使われる真空管なんですけれども、こちらですね、これはジェネレックスというメーカーの、ゴールデンライオンを復刻した KT88 になりますね。ブランドはですね、生産国はロシアになります。この、真空管、こういったものですね、これが使われております。で、リモコンと電源ケーブルになりますけれども、これは従来のものと同じこの木製の、リモコンとですね、この電源ケーブルはごく普通のものが使われておりますから、お客様の方でお気に召した電源ケーブルに変えてお使いになるのもいいかなというふうに思います。これが斜め上から見た部分ですね。この写真だと真空管の下の部分のステンレス製のプレートがですね、銅メッキされて美しいものになってるっていうのがよくわかりますね。これ後ろからの絵ですね。後ろから見たところ、スピーカー出力が2系統あるということと、これは2系統とも常にオンになったままなので、AB 切り替えということはできないんですけれども、出力はですね、4オームと8オーム2つのタップが切られています。で、この25周年記念モデルには、
高帯域のですね、低歪み率のニュー出力トランスというのが使われています。まあ、これだけのですね、変更が加えられて、ベースモデルから10万円アップのメーカー希望小売価格70万円というのは非常にお買い得なんじゃないかなと思います。まあ、音もですね、実際に聞いてみましたけれども、標準モデルのシンフォニアと比べてやっぱり帯域が広くなってますし、音も細かくなってますし、透明感あるいは表現力、そういったものがアップしておりますから、このモデルが発売されている間はこちらを検討された方がお買い得なのじゃないかなというふうに思います。はい、それではまずこのシンフォニアをですね、ローテルの RCD06 に直結した状態でクラシックを鳴らした音を聞いてみようと思います。はい、いかがでしたでしょう。まず868L を使わない状態でも、先ほど RH070 と RCD06SE の間にですね、868L を鳴らした時の音よりもですね、楽器の数が増えているように聞こえますね。
非常に細かい音まで聞こえて、まあ、その重なりが非常に複雑で、密度が高いっていうのがこのシンフォニア25アニバーサリーの特徴かなっていうふうに思います。でまた低音の響きも非常に豊かでしたね。でそこに868L を付け加えると、中低音の響きがですねぐっと良くなるのが分かりましたね。チェロですとかコントラバスこういった楽器のですね銅の響きの部分がですね非常に、リッチにですね再現されたように思います。あと、まあ、弦のですね鋭さと柔らかさ、その両立なんかも見事に再現されてたように思います。特にスピーカーがですね802ダイヤモンドっていう最新型で、真空管アンプではなりにくいと言われているスピーカーでさえ真空管アンプで鳴らすと非常にリッチなサウンドで鳴る、まるで、そうですね B&W がですねタンノイのような柔らかい響きで鳴るっていうのを、ご確認いただけたかなというふうに思いますね。ただまあシンフォニアの価格が70万円で真空管アンプとしてもすでに十分な音の良さを持っているっていうところから考えると、この70万円をさらに69万8000円をさらに追加して868L を導入するっていうのには、コストパフォーマンスの点でですね若干疑問は感じられなくないですね。まあ、これは個人的なことで、それでも十分このプリアンプの音が良いと評価される人はたくさんいらっしゃると思います。まあこの868L のような真空管プリアンプの使い方の最もおすすめな方法なんですけど、これ今回8万5000円という CD プレイヤーを使っているのは、これはわざと安い CD プレイヤーを使っているんですけれども、それはなぜかというと、PC、ネットワークオーディオっていうのはですね、CD プレイヤーのグレードでいうと、まだやはりかなり価格が低いものと同じような音の硬さとか、広がりのなさ、潤いのなさっていうのから完全に脱却しきれていないように思うんですね。確かに音の細かさとか解像度に関しては、高級な CD と同等、あるいはそれ以上の部分を満たしているのかもしれないんですけれども、やっぱり柔らかさ、広がり、艶やかさ、躍動感、低音の厚み、そういった部分においてもう30年近くかかってですね改善されてきて音が良くなってきた CD プレイヤーにはまだまだかなわない部分があるのかなっていうふうに感じるところがあるんですね。その弱点をですねこういった868のような音の良い真空管プリアンプを使うことによって完全に払拭することができるというふうに思うんですね。この 868L のような真空管プリアンプを使うと PC オーディオや廉価な CD プレイヤーがですね高級な SACD プレイヤーの音のように変化するというふうに僕は感じています。それでは先ほどのグレス・マーヤさんのですねラストライブアットダグの5曲目モナリザをですね今度は全曲聴いてみようと思います。まず868を使わずにローテルの RCD06SE とシンフォニアの25アニバーサリーが直結した状態でこのジャズを聴いてみようと思います。Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with a mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa?Strangeness in her smile. Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart?
Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Or just a cold?Lonely, lonely work of Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Or just a cold and lonely Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Or just a cold and lonely, lovely work of art?Ben Tucker, it's called Coming Home, Baby.Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with a mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamedStrangeness in her smile. Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart?Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Or just a cold?
lonely, lonely work of art. Many dreams have been brought to your doorstep, they just lie there, how they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Or just a cold and lonely Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Or just a cold and lonely, lovely work of art? いかがでしたでしょうかね。まあヘッドホンでモニターして聞いて、まあ実際に生でも聞いたんですけども、生っていうか録音しながらね、直接その音も聞いたんですけど、シンフォニアとの組み合わせではですね、ローテルの時と違ってクラシックよりもこのジャズの方でですね、改善がより大きかったように思います。特にボーカルのですね、体に響いてる部分、声がね、あとはギターのですね、胴鳴りの部分、この厚みとですね、ボリューム感、これは圧倒的に違いますね。またそういう、それに伴うっていうか、まあ、それとともにですね、高い音の静寂感とか、伸びていくところの美しさ、広域の音のですね、艶やかさ、これも圧倒的に変わりましたね。特に僕はちょっと趣味でギターなんか弾いてたことあるんですけど、ギターのですね、爪がですね、弦に触れる時のタッチノイズですね、カチッっていうかチッっていう音、これが868L を使わない場合には結構明確に出てて、ちょっと気になってギターの弾き方がたどたどしく聞こえたんですけれども、 868L を入れることによって、このタッチノイズとですね、ギターの音の関係が見事に整理されて、全ての音がレガートでつながれてるかのような非常に流麗なギターの演奏になりました。またギターの音もですね、一段とランクアップして非常に美しい、これは大変素晴らしいギターを使っているんだなということが一聴にして分かるような音に変化しましたね。ボーカルグレス・マーヤさんの声もですね、非常にやはり艶やかになって、女性らしい滑らかさと艶やかさ、温かさ、色っぽさ、そういった部分がぐっと良くなったように思います。まあ、先ほども少しお話ししたんですけれども、やはりPC ネットワーク系のオーディオを、なされている場合には、こういった真空管のプリアンプ、特に EAR ですね、真空管のプリアンプというんではなくて EAR の 868L あるいは 834L、 こういったものをお使いになることによって、多分硬いとか広がらないとか、色気がないとか、そういう不満っていうのは一気に解消するというふうに思いますね。ジャズのこのソフトを聴いている範囲では、69万8000という高価な
年もですね、決して惜しくはないというふうに感じられるぐらい大きく音が良くなって演奏が楽しめた、本当にライブ会場その場に合わせているような雰囲気感覚で演奏を聴くことができるようになったというふうに思います。では引き続き一旦放送を停止して、次はマクトのですねパワーアンプを使った時に2種類の EAR のプリアンプを加えた時に音がどのように変わるかというのを聞いていこうというふうに思います。